悪魔な彼女は裁判官のパクシネのキャラクターフィルムが公開された。9月21日に韓国で放送がスタートする SBS 新金土ドラマ、悪魔な彼女は裁判官、脚本、チョイス、演出、パク人票、制作、スタジオ S は、これから本当の裁判を始めるわ。地獄へ、と裁判官の体に入った悪魔官ビンナが、地獄のような現実で人間的な熱血刑事ダオ音に出会い、 罪人たちを裁き、真の裁判官に生まれ変わる善悪が共存するアクションファンタジーだ。悪魔な彼女は裁判官の制作人が選んだ作品の主な魅力は、邪悪だが愛らしいアンチヒーローの主人公カンビンナ、パク・シネ、と、そのために大胆なイメージチェンジを遂げたパク・シネの存在感だ。カンビンナは、裁判官の体に入った悪魔。最悪の人格を持った悪魔が裁判官になり、 罪人たちを裁くというアイロニーが、既存の痛快なドラマとは次元が違うカタルシスを与えるという。公開されたキャラクターフィルムは、高いハイヒールに魅力的なワインカラーの衣装を身にまとって自信満々な表情を浮かべるパクシネの姿で始まる。続いて彼女はまるで子供に話すように優しい笑顔を浮かべ、一緒に行ってみましょうか。正義は死んだという。 想像を絶する彼女の発言が何を意味するのか、好奇心がくすぐられる。この時、パク・シネが眼差しや表情を変え、だから私が直接地獄に送ってやると冷たく言い放つ。その後、堂々と振り向くパク・シネの姿の上に、邪悪だけど愛らしい、というナレーションが流れる。これはカン・ビンナのキャラクターを最も明確に示すフレーズで、 ドラマで邪悪だが愛らしいアンチヒーロー感ビンナがどのような活躍を繰り広げるのか期待させる。20秒のキャラクターフィルムの中に主人公感ビンナのキャラクターの特別な魅力パクシネの視線を奪う存在感、ドラマのストーリーメッセージまで全て盛り込んでいる。コンテンツが公開されるたびに視聴者の脳を刺激する悪魔な彼女は裁判官が、どのような魅力的なキャラクター、ストーリー、 俳優たちの熱演を見せるのか注目を集めている。悪魔な彼女は裁判官は9月21日の午後10時に韓国で第1話と2話が連続で放送される。